おはよう。そしてお久しぶりです。さらにショートからチャンネル登録していただいた方は、はじめまして、大垣あたりです。今回は久しぶりに長めの動画ですが、前とは少し趣向を変えてスマートに機種情報をお伝えしようと思います。ほら、パチンコパチスロもスマートになって、スマパチスマスロの時代になるじゃない。だからあたりちゃんの動画もスマートにしていこうと思ったわけですよ。というわけで始めていきましょうか。それでは早速スタート。今回は三強の最新台 P フィーバーダンベル何キロ持てるです。購入予定日は2023年2月6日月曜日。購入予定台数は15,000台。スペックは一種二種混合機。大当たり確率 319.7 分の1。高確率中は 70.2 分の1。ダッシュ突入率 100%。 ダッシュ継続率約 81%。 連サポ回数は100回で、ラッシュはプラス残保留4個。手玉は1500、378、276。へそ昇級は1個。振り分けはこんな感じで、特図1はもちろん 100% ラッシュ突入。出玉は6ラウンド378個だよ。特図には2種類あって、まずこれがラッシュ中と V ストック残り1個の時の振り分け。約 70% が1500個の振り分けになってていい感じ。さらにそのうち 10% は SGB スペシャルゴールデンボーナスになっています。これ何かっていうと、1500個プラス V ストックが2つもらえちゃうとんでもないボーナスで、 V ストック残り2個の時の振り分けはこちら。こちらも約 70% が1500個。というわけで引き次第ではスペシャルゴールデンボーナスの大当たり3回で最大4500個獲得可能です。しかし10ラウンド、3ラウンド、3ラウンドという場合もあります。その場合は2052個になってしまうのでご注意を。そしてお気づきの方もいらっしゃると思いますが、 V ストック2つ目の消化時は振り分けにスペシャルゴールデンボーナスが復活しています。なのでかなり薄い振り分けではありますが、スペシャルゴールデンボーナスのループも可能です。続いて三強おなじみのカスタム機能、先読み、レバブル、 V フラッシュに加えてラッシュ時専用のカスタムもあります。さらにパチンコのために書き下ろされた新規ストーリーに新キャラだけじゃなく新曲まで搭載しちゃってます。 100% 突入という安心感に加えて、スペシャルゴールデンボーナスという出玉トリガーも兼ね備えた、かなりバランスのいい台に仕上がってるんじゃないでしょうか。補足なんですけど、継続率約 81% と紹介したんですが、スペシャルゴールデンボーナスの V ストックとかも含んだ継続率なんですね。なのでスペシャルゴールデンボーナスが引けなかった場合のトータル継続率は約 77.5% となっております。というわけで P フィーバーダンベル何キロ持てる、いかがでしたか？コメント欄で機種に関する感想お待ちしております。あと今回序盤で話した通り、結構スマートな動画にしたつもりなんですが、いかがでした？あんまり変わらないかな。もっと余計なものを省けとか、もう少し詳しい説明やユーザーの反応が欲しいなどなど、動画に関する感想やご意見もどしどしお待ちしています。ではでは、今日はこの辺で。またねー。